キムハソン遺跡、こちらツイッターの情報ボラス案件となっております。終わりやな。キムジョンウン草、そういや今年の序盤だけちょくちょくすれ立ってたけど途中から全く聞かなくなったな。 W 今年は兄さんこいつでホルホルできなかったのか。守備劣化したし肩手術するし大型契約は厳しそうやな。鈴木誠也レベルですらないからね。魔法谷のせいで鈴木誠也が過小評価されてるのもあるけど、内野でジージー取ったのは素直にすごい。韓国のイチローも全然通用せんかったみたいだし日産も大変やな。北の大砲遺跡白砂、キム・ジョンウンマネージャー説。キム・ジョンウンに返還されるの地味にやばいだろ。怪我したらぽい白砂。唐突なキム・ジョンウンで大草原、確か MLB 興味なくて NBA オタクやったな。北の大砲は今のショートボガーツセカンドクロネンの方が良いだろ。前の代理人解雇したんか。どっちにしろ肩言ったから大型契約は無理よ。北の将軍様は毎年大谷とホームラン競争してるもんな。便利だけど大金出す選手じゃないしな。ご視聴ありがとうございました。